アイテム番号 SCP-47JT。 オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル。 SCP-47JT は特別に作られた強化 CD-R ケースの中に入れられ、サイト8181の定期見物収容ロッカーにて保管されます。 SCP-47JP を持ち出すにはレベル2 47JP クリアランスが必要です。実験を行う際は必ず再生を停止するか、ヘッドフォンを外させるかなどをさせて、被験者に長時間にわたって SCP-47JP の音声を聞かせ続けないでください。もし被験者に長時間の聴取をさせたい場合は、担当主任と人事部の許可を得てから行ってください。説明。SCP-47JP は24分58秒の無題の MP3 データが記録されている。ラベルに黒いペンで、最高の音楽のために、と書かれた CD-R です。調査の結果、CD-R そのものに不審な点は見つかりませんでした。また、SCP-47JP に記録されている MP3 データをコピーしたり、編集することは不可能であるということが判明しています。なお、SCP-47JP 内の MP3 データの再生時は、音声の早送りと巻き戻しができないことに注意してください。SCP-47JP に記録されている MP3 データには、一人の男性が複数の観客に向かって音楽に関するスピーチを行っている様子が録音されています。スピーチの内容は再生ごとに変化しますが、大筋では一貫したものとなっています。すべての聴取実験で、再生時、いずれかの時点で、スピーチを行っている男がだんだんと近づいてくる足音が聞こえてくると被験者たちより報告されています。その時点でヘッドフォンを外すか、再生を停止しなかった場合、被験者は衣服ごとその場から消失します。再生機器の音量を最低にしても、この消失は必ず発生します。研究員たちはハイスピードカメラなどで消失の瞬間を捉えようと試みましたが、そのすべては失敗に終わりました。音声通信装置と GPS ロケーターを持たせた D クラスの被験者が消失した際は、そのどちらとも消失し機能を失いました。研究員が MP3 のバイナリデータを解析し読み取ったところ、そのトラックには何も記録されていないはずだという矛盾した結果が出ました。また、SCP-47JP を音声の出力をせずに再生し、D クラスの被験者に24分30秒よりヘッドフォンにて聴取させたところ、消失は起こりませんでした。被験者は再生が終わるまでの28秒の間、耳障りなノイズ音だけが聞こえたとの主観評価を述べました。過去の怪我により発声障害を持つ D-101 が被験者として選ばれた時も、同様に被験者の消失は起こりませんでした。第1回の聴取実験、再生記録の転写、重要部分のみ被験者である D-91 が、CD プレイヤーで再生された SCP-47JP の音声をヘッドフォンにて聴取します。なお、再生した SCP-47JP の音声はキャプチャーし保存されています。3分43秒、人が生存を求める声。声帯を限界まで震わせて絞り出す音こそが最高の音楽であると、私は確信しています。そこにこそ魂が宿り、人間という生物の作り出した音楽そのものを超える神秘があると考えます。ここにお集まりの皆様も、偽りの旋律や音色にはうんざりしているのでしょう。中略。11分22秒、ここに様々な器具が用意されています。すべては私がこの場で特別に作り出したもので、この世ならざる苦痛を与えるものです。特に今回、初めてお見せするこれなどは、規則正しい未知の駆動音、観客のどよめきが聞こえる、私の最高傑作の一つだと自負しております。中略。15分1秒、では、一つ実践してみましょう。準備があるので、皆様、少々の間ではありますがご辛抱ください。この時点で、D-091 から男の足音が近づいてくるように聞こえるとの報告がありました。この後、
B91 は消失し、ヘッドフォンから墓の悲鳴が聞こえてきました。この悲鳴はおよそ6分間にわたり続きました。これより D91 に変わり、研究助手がヘッドフォンで聴取を行いました。22分32秒、観客の拍手。ああ、なんと素晴らしいのでしょう。美しく傾いた音色。私の鼓膜が喜びに震えるのが聞こえました。そこにはあらゆる欺瞞も誇張もなかったのが皆様にもお分かりいただけたことと思います。観客の拍手。24分3秒、他にも楽器があるようですが、残念ながら時間がありません。素晴らしいひとときを、ありがとう。再生終了。第4回の聴取実験。再生記録の転写。重要部分のみ、3名の被験者である D103、D122、D201と、1名の研究員がスピーカーの前で CD プレイヤーに入れた SCP-47JP を再生しました。4分28秒、どんなに好きな曲でさえ、繰り返し聞けばいつの日か飽きてしまうものです。ですが、人の極限の声は聞くたびに新たな発見があります。私は、いや、私たちはそこに惹かれているのでしょう。中略。7分41秒、時計の針が止まっていることに気づいてからどれほどの時間が経ったのでしょうか。今思えば私たちは最初、何てくだらない、低俗な音楽について話していたことでしょうか。男が歩く音、ピアノを弾く音が4秒間だけ聞こえる。おっと、私としたことがつい感傷的になってしまいました。中略。10分3秒、私たちは壁に刻まれた傷が増えるごとに、結論へと近づいてきました。私たちは音楽の高みを見たのです。そして今や、そこにいるのです。観客の拍手。中略。11分47秒、さて、なんと今日はいくつもの楽器が用意されているようです。では、そことそこにいる紳士の方と、他にも数名の観客の皆様に、演奏の準備のお手伝いをしていただきましょう。今宵の演奏は素晴らしいものになるはずです。この時点で研究員は SCP-47JP の再生を停止しました。研究員や被験者たちは、複数の人物が近づいてくるような音がスピーカーより聞こえたと報告しました。